宝石産後とは、鉱色から白色を提し、主に宝食品等に加工される産後の種類、あるいはその骨格を指す。産後礁を形成する増症産後とは、人間の使用目的に基づいて区別される。骨格は主に炭酸カルシウムからなり、他に炭酸マグネシウム、硫酸カルシウム、鉄分などが含まれている。このため、酸につけると溶解する。 モースコードは3.5程度で、紫外線に対して、泡紫色の傾向を発する。生物学的な分類上のサンゴは、四方動物モンヒドロムシズナに属するヒドロサンゴと、カチュウズナに属する多数の種に分かれる。カチュウズナはすでに絶滅した、化石サンゴを除くと、触手が6本あるいは6の倍数である6っぱなし、サンゴアズナと、 触手が8本の鉢っぱなしサンゴアズナに分類される。鉢っぱなしサンゴは主に温帯の深海底に生息し、多孔質の6っぱなしサンゴに比べて骨格が緻密で丈夫なものが多く、宝石サンゴの多くは鉢っぱなしサンゴに含まれる。一方で、6っぱなしサンゴに含まれるツノサンゴが黒サンゴとして宝飾品用途に使用され、宝石サンゴとして分類されることもあるなど、 生物学的な分類と宝石産ゴは必ずしも一致しない。エジプト、ファリラ王妃の産ゴの首飾り宝石産ゴとしては主にカキの種類がある。ベニ産後1908年にドイツのビースバーデンで2万5000年前に人類が暮らしていた洞窟から産ゴに穴を開けたビーズが発見されるなど、旧石器時代から産ゴは宝飾品として使用されていた。 地中海のベニサンゴは潜水可能な浅い海底に生息し、嵐の後には海岸に小片が打ち上げられることもあった。こうしてベニサンゴは古い時代から交易品として活用され、古代ローマの時代には交易品として世界中に広く輸出されており、中央アジアやチベットのような海から遠く離れた地域でも沈重された。プリニウスも 博物誌の中でンゴについて筆を裂いている。聖書の中でもンゴも水晶も言うに足りない。知恵を得るのは真珠を得るに勝るなど、幾度か言及される箇所があり、奇跡として一定の価値があったことが伺われる。また、プリニュースは五腑、または腹板、血石、催眠、皮膚の修復等に薬効があるという紹介も行っているなど、宝飾品として、 以外の効能も見込まれていた。サルディーニャ島近海のティレニア海は、水深の深い海盆と複雑な周辺の地形を持ち、地中海における産ゴ魚場の中心地となっていた。現在でも、地中海産のベニ産ゴは、流通業者の間で、サルディーニャという商品名で呼ばれている。アラビア半島で成立したイスラム帝国が地中海に到達すると、 北アフリカのアラブ人漁師によるサンゴ漁が盛んになった。水揚げされたサンゴはマルタ島に集積され、そこでベネツィアやジェノバの商人に買い付けられていった。中世後半以降はイタリアの諸都市によるサンゴ漁も流盛した。イタリア半島におけるサンゴ漁の中心地はナポリであり、1452年のナポリの記録によると、 サンゴ漁船一層あたり2500から3000ドゥカートの水揚げがあり、約100艘の船が漁に出ていたと考えられている。ヨーロッパの他都市ではサンゴに対して宝石として課税されることが多かったが、ナポリでは漁獲物とみなされて課税の対象外となっていた。近世に入ると、ナポリ近郊のトレデルグレコやシチリア島のトラパニでもサンゴの加工業が盛んになり、 1633年には、シチリア島のサンゴ在工職人による同職組合が結成された。中世のヨーロッパでは、サンゴは主にロザリオや十字架、また食材などの用途に使われていた。16世紀後半には、サンゴの彫刻が盛んになり、キリスト教を題材にした彫刻が多く作られた。旺盛な需要によって、長年採取が続けられた結果、19世紀末には、 地中海におけるサンゴの漁場は、枯渇が見られるようになった。1875年以降、シチリア島、シャッカ沖で続けて、サンゴの新漁場が発見されはしたものの、シャッカサンゴと呼ばれる、この漁場は、付近の火山の噴火に伴う地震によって崩壊した、サンゴが堆積して出来上がったもので、黒ずみや虫食いがあるなど、高品質なものは少なかった。ほぼ同時期に高品質な、 日本産のンゴの流通が始まったことでンゴ漁の中心地は日本近海及び太平洋へと移っていった。一方で1878年にトレデルグレコで専門学校が創設されるなどンゴの加工技術においては未だに継承が続けられている。日本近海には宝石ンゴの豊かな魚場があるが、 地中海の紅珊瑚とは異なり要因に採取することができない深海底に生息しているため日本でンゴの水揚げが行われるようになるのは江戸時代の末期以降のことであったそれ以前は他の国と同様地中海産のンゴが貿易によって入ってくることに依存していた日本に残されている最古の宝石ンゴは焦燥陰魚物図録に記載されている752年の 東大寺大仏海岸会に使われた、聖武天皇、光明皇后の冠に使用されていたもの、及び、同時期の産後の原木である。霊感の方は現在欠損して、霊福五冠残血として伝えられている。仏教の経典である、無量樹形、大阿弥陀行、仏説館無量、樹形には、尻尾として産後が出てくるほか、他の経典でも尻尾あるいはそれに準ずる宝珠。 宝珠として記述されている。仏典の影響を受けて、平安時代以降の金文学にも、宝物として、金銀と並び産後の名前が登場するようになる。浦島太郎の原型については、諸説あるが、平安時代初期に成立していたとされる、浦島古殿には、蓬来の宮殿の描写として金や宝玉とともに、産後が描写されている。また、 桃太郎でも鬼退治をして取り返した宝物として、金銀、綾錦と並びサンゴが形容されることが多く、中世の日本においては、サンゴは実際に人の目に触れることは多くなかったものの、物語上の宝物として重要な立場を築いていた。サンゴの装飾品が一般庶民にも出回るようになるのは江戸時代になってからであった。1672年に、 喫煙の習慣が広まったことから、タバコ入れの糸口にサンゴ玉をつける習慣が広まったとされている。江戸時代のサンゴは未だに薄来品に限定されていたため、初期には、裕な町人や武家層の装飾品に限られていた。しかし、江戸時代後期になると、サンゴは主にかんざしや串の飾りとして、江戸や京の一般の女性にも手が届くような価格になり、大流行となった。 江戸時代の産後を使用した送信具として、陰道、タバコ入れ、巾着のおじめ、根付け、串、かんざしなどがあった。一方で需要の高まりとともに、産後の模造品の製造も盛んになった。象毛や鹿の角、鯨の葉を赤く染めたものや、卵白などの材料を練って作った赤紙玉と呼ばれるものなどの代用品が作られていた。 サンゴの玉かんざし日本近海でのサンゴの水揚げの記録として最も古いものは1812年に土佐、室戸の鯨漁師がサンゴ原木を引き上げたという工場を覚え書きである。土佐ではそこを量の漁師がサンゴを釣り針にかけてしまう事例があった。しかし1838年に幕府が諸大名に 向けて倹約令を出し、土佐藩でもこれに習って、産後を写し品として、採取の禁止を定めた。産後がかかってしまった場合、役所への届け出が必要となり、その煩わしさから、発見しても海に戻してしまう両親もいた。明治に入ると、本格的な産後漁が開始され、1877年には、日本からイタリアへの産後の輸出が開始される。 土佐の産後量は1894年には8 5 4キログラムの水揚げを誇り、以降1909年に台風による漁民被害が発生するまで最盛期を迎えることになった。また、1886年には長崎の後藤沖で、明治30年頃には鹿児島県奄美地方で、大正年間には沖縄と台湾で産後の新魚場が発見された。 地中海産のベニサンゴがサルディーニャという商品名で出回ったのと同様に日本の桃色サンゴのうち特に色が均質な淡い桃色のものは英語でエンジェルスキンと呼ばれた。日本語ではエンジェルスキンの桃色サンゴはボケという名で呼ばれるがこれは明治時代に上等な桃色サンゴの原木をできるだけ握ろうとイタリア人バイヤーがボケた色をしていると評したことに 由来する。20世紀初頭には、日本産、赤サンゴは同等級のベニンゴに比べて2倍以上、桃色サンゴはさらにその数倍の価格で取引され、日本のサンゴは、漁獲量だけでなく品質の面でも、非常に高い評価を受けていた。サンゴの加工については、明治中期までは、江戸時代以来の根付彫刻の技術程度しかなく、加工はイタリアに頼っていた。 1909年には水産講習所に改革彫刻専修が開設され、イタリアの加工技術の吸収を目指したが、1924年に廃止となるなど、戦前は産後の加工技術向上の取り組みはあまり結実しなかった。日中戦争が始まると、産後採取船は軍に徴用されるようになり、さらに戦時体制の中で産後の宝飾品を身につけることもできなくなった。 1943年には産後量は完全に停止し本格的に再開されるのは1955年のことであった。台湾は中国と並び日本産産後の重要な顧客であったが1975年以降台湾船が土佐沖やミッドウェイ近海の漁場で創業するようになり独自の加工技術を身につけて日本の競合相手となっている主要産地である 高知県は2009年からスイスバーゼルで開催される宝飾品日本市バーゼルワールドに最高級ブランドとしてサンゴの宝飾品を出品するなど付加価値を高めることで対抗を図っている。明治一新以降に豊富な水揚げを続け新魚場の開拓も続いていた太平洋のサンゴだったが特に中国を中心として旺盛な需要は続いており 資源の枯渇が心配されている。2014年には中国漁船が相次いで日本の領海内に侵入し鉱石産後を密漁する事件も起きた。2010年にはアメリカや EU などの提案でワシントン条約の規制品目に産後を含める審理がされたが日本などの反対で否決された。日本における主要な産地である高知県では2012年から 創業期間の短縮や年間漁獲校の規制を導入し、台湾でも漁獲量規制や漁船登録が義務付けられるなど、創業者の自主的な保護の取り組みが広がっている。また、高知県では、産後の産卵場所を増やすために、近両区に漁場を沈める試みや、飼育した移植片を海底に沈めるなど、産後を増やすための努力も行われている。ありがとうございます。